皆さんこんばんは、ヨッピーノです。実は最近、とあることに悩んでいました。それは、エアブラシの吹き返しという現象です。エアブラシを使うと、ミスト状の塗料が出てプラモデルに付着するのですが、付着できなかった塗料が自分の方に吹き返ってきてしまうのです。それによって部屋に粉状の塗料が舞ったり、塗装したマシンに付着してザラザラになったりと少し困っていました。なので思い切ってあれを購入することにしました。それがこちらです。塗装ブースというものです。これはプラモデルに付着できなかった塗料をファンで吸い込み、外に排出してくれるものです。いろいろ検討した結果、参考から発売されている LED ライト付きパワフルファン塗装ブースを購入しました。なので今回はこの塗装ブースの簡単なレビューをしていきたいと思います。まずはセット内容ですが、ブース本体、ダクト一式、そしておまけで LED ライト、回転台がついていました。そしてこの商品の一番のメリットが折りたたみ式なことです。組み立て動画をノーカットでご覧ください。少しもたつきましたが、約1分で組み立てられました。畳む方はこんな感じです。これもノーカットでご覧ください。手際よくでき、20秒ほどで折りたためました。次はサイズを見ていきたいと思います。そしてこれが組み立て終わった画像です。ここからは作動を見ていきたいと思います。ライトは思った以上に明るいです。これはありがたいです。続いて動作音を見ていきます。
続いて、吸引力を見ていきたいと思います。吸引力はなかなかありそうですね。簡単なレビューでしたが、いかがだったでしょうか。あとは実際に使ってみて様子を見ていきたいと思います。これで塗装環境が良くなったので、またどんどんマシンを作っていきたいと思います。今回はこれでおしまいです。最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。